芸能ネタの中でも不倫や略奪愛は大きな話題となりますよね。そんな芸能人には実は不倫や略奪愛から結婚した人も多いんですよ。他人の不幸を踏み台にしながら自分は幸せをつかんだ略奪愛成功者たち。今回はそんな略奪愛だった芸能人カップルを6選ご紹介します。意外な芸能人の略奪愛に注目です。略奪愛だった芸能人1岡田准一&宮崎葵。ここ最近の芸能人ネタの中でも比較的新しい略奪愛といえば、このお二人、V6、岡田准一さんと宮崎葵さんでしょう。美男美女のお似合いカップルではありますが、宮崎葵さんは俳優の高岡壮介さんと結婚をしていた時に、岡田准一さんと知り合いました。しかも、岡田准一さんは高岡壮介さんと友人同士、岡田准一さんの元カノだった葵優さんと4人で、グループデートもしていた仲だとか。つまり、岡田准一さんは友人の妻を略奪したことになります。宮崎葵さんが高岡壮介さんと離婚する前から、岡田准一さんとの交際現場をキャッチされており、その後宮崎葵さんは離婚。現在は岡田准一さんと宮崎葵さんは結婚をされて、お子さんにも恵まれているようです。略奪愛だった芸能人に市村正親&篠原涼子。市村正親さんと篠原涼子さんの出会いは2001年の秋で、舞台「ハムレット」での共演がきっかけで、24歳という年の差が話題になりました。舞台が初めてという篠原涼子さんの相談に乗ったりと、精神的に支えていたのが市村正親さんだったといいます。2005年に結婚しています。舞台ハムレットでの共演中にかなり親密だったことから、不倫しているのではないか、という噂があったそうです。というのも、市村さんと篠原さんが知り合った2001年の時点で、市村さんは既婚者、八重沢真美さんと夫婦関係にありました。ですが、不倫をしているとバッシングを受ける中2003年に、市村さんは八重沢さんと離婚。その後、市村さんと篠原さんは2005年に結婚しています。実際、市村さんと篠原さんが不倫をしていたという証拠は、ないようなのですが、市村さんが別居状態にある時期と篠原さんとの共演が、重なってしまったことで、略奪婚だと言われてしまっているようです。市村さんと篠原さんは現在は離婚してしまっていますが、別れる際は円満離婚だったみたいですよ。略奪愛だった芸能人さん中尾明義&仲里依紗。中尾明義さんと仲里依紗さんは交際する直前まで、お互いに交際していた人がいたことから、略奪愛だったと言われています。中尾さんは、秋貞真希子さんという当時アパレルディレクターを、されていた方と2012年まで交際。中さんも同じく2012年まで俳優の浅野忠信さんと交際していました。中尾さんと中さんが交際するきっかけになったのが、2010年映画、時をかける少女で知り合い、2012年のドラマで再会したことだと言われています。中さんは中尾さんと交際する1ヶ月前まで別の交際相手がいたことから、略奪愛だと言われているようですね。ちなみに中尾さんの猛アプローチによって、二人の交際がスタートしたそうですよ。2013年2月には妊娠と結婚をダブル報告。2020年に発表された理想の有名人夫婦で見事1位になるなど、今では子宝にも恵まれ幸せに暮らしているようです。略奪愛だった芸能人4中尾明&池波志乃。テレビに夫婦で出演するなど、おしどり夫婦として、有名な中尾池波夫婦ですが、実はこの二人も略奪愛だったと言われているんです。二人のきっかけは、1977年10月13日から1978年5月11日にかけて、放送されたテレビ番組、だるま大女児県庁の共演でした。1978年に結婚。知り合ってからなんと3ヶ月で結婚したことから、世間を驚かせました。そんな中尾さん、実は最初の結婚は1970年。別の方と結婚し子供も授かっていました。ですが、理由は明かされていませんが、5年後に離婚しています。理由が明かされていないことや不倫があったのでは、
という憶測でネット上では略奪愛だと言われているようです。実際は出会って猫背でスピード結婚をしたと本人たちが言っているようなので、略奪婚かどうかは定かではないようです。80代となった中尾さん。最近就活を終えたことで話題にもなりました。二人の間に子供はいませんが仲良く暮らしているそうです。略奪愛だった芸能人後松方弘樹&西野亮子。松方弘樹さんは二度の結婚とそれに合わせて二度の不倫を経験しています。まず、初めの結婚は目黒夏子さんという元祇園の舞妓であった女性です。一度目の結婚では、俳優として活躍されている目黒大輝さんを授かり、さらに長女と次女の三人の子供に恵まれました。しかし、1977年に松方弘樹さんが西野亮子さんと不倫の関係になり、離婚前から同棲し、1979年に離婚しています。二人は NHK のドラマで共演したことがきっかけで知り合い、その後もドラマで共演を重ねるたびに、親密になっていったと言われています。ですがこの時、松方さんには奥さんと子供がいて、西野さんは不倫関係がスクープされたことで、芸能活動を休止するまでに至っています。結果として松方さんはなんと3億円という慰謝料を払うことで、元妻と折り合いがつき、離婚を成立させています。そして1979年に松方さんと西野さんは結婚。夫婦になったことで西野さんは芸能界を引退しました。西野亮子さんと結婚し、俳優やタレントとして、活動されている西野正樹さんと西野ひとみさんを授かり、順調な結婚生活を送っているかのように見えました。でも、松方弘樹さんは歌手の千葉マリアさんと不倫関係になります。千葉マリアさんとの間には子供を一人も受けている松方弘樹さんですが、結婚には至りませんでした。松方弘樹さんはまた、他の女性と不倫関係を持ちます。それが松方弘樹さんの最後の女性と言われている山本麻里子さんです。山本麻里子さんとは30歳の年の差で、子供を授かったわけではありませんでしたが、松方弘樹さんが亡くなる日まで一緒にいた女性とされ、これが原因で西野さんは離婚しています。まさに因果応報です。略奪愛だった芸能人6内村照良&徳永由美。内村照良さんと徳永由美さんは2005年に結婚。ですが実はこの二人の始まりは不倫交際からだったと言われています。二人が知り合ったきっかけとなったのが、内村プロデュースという番組のアシスタントとして、徳永さんが抜擢されたことでした。ですが当時徳永さんはテレビ朝日の職員とすでに職場結婚しており、交際するには大きな壁がありました。ですが結局は不倫交際という関係ができていたようです。2003年に内村さんと徳永さんの不倫が発覚。報道に携わる女子アナにとって不倫は大問題のようで、徳永さんはスーパーモーニング内村プロデュースを降板。その後、夫と離婚して報道ステーションに復帰しますが、女性自身公文社によると、これは内村と別れるならという条件付きのものだったそうです。結局、内村さんと交際を続けたかった徳永さんは、テレビ朝日を退社することになります。一部報道によると内村さんは、5000万円もの慰謝料を支払ったとも言われています。元旦などの離婚が成立した徳永さんですが、すぐに内村さんと結婚したわけではなく、破局説なども出ていたようです。とはいえ、2005年に二人は見事にゴールイン。不倫交際による略奪愛にはなりましたが、今では二人の子宝にも恵まれ、徳永さんの両親と同居する形で幸せに暮らしているようです。内村照良さんは妻、徳永由美さんの両親とも二世帯住宅をしているなど、幾面の噂も出ています。さらに2018年10月1日にフリーアナウンサーとして、13年ぶりにテレ朝の報道ステーションにメインキャスターとして、復帰しています。略奪愛だった芸能人カップル6選をご紹介しました。今回は芸能人カップルの略奪愛の事例と、その先に待つ結末をご紹介しました。芸能界では略奪愛によって幸せをつかんでいるカップルが、たくさんいることは理解していただけたと思います。
略奪愛によって掴んだ幸せが本当に幸せなのか、長続きするのかは誰にもわかりません。芸能人の事例でもご紹介しましたが、略奪愛を成功したカップルの多くは、世間からのバッシングや、仕事や家庭を失うなど苦しんだのも事実です。本当に相手が好きで略奪愛を成功させたいと思うのであれば、それなりの覚悟を持って取り組みましょう。最後までご視聴いただき、ありがとうございました。何かございましたらコメントください。よかったら高評価とチャンネル登録もよろしくお願いします。ではまた次回でお会いしましょう。